備えておこう。これが闇だ。出ろ出ろ。行けるはずだ。もう一発。勢いをつける。どう転ぶかな。天地をめぐる霊気を宿す。俺に力を。クククッ、悪い子は陰影覚悟。マコールはこれで最後か。結局空振りだった。何のこと？俺にもクリスタルが見つからないかと思ってた。それってクラウドをふるさとに導いたクリスタルのこと？じゃあ君もクリスタルを見つけて元の世界へ帰る気だったの？パラミティアを出て行ったらダメなのか？え？でも君クラウドに行ったじゃない。気に食わない世界だから突き詰めて暴きたい。私あれ聞いて、やだ君なんだか大胆不敵ってこっそりグッと来てたのに。雰囲気でカッコつけただけ。今すぐ行くとは言ってない。行くあてもないしな。それでも出て行く手段があるなら手に入れておいてもいいだろう。好きな時にパラミティアから逃げ出せる自由が欲しかった。クリスタルが導く旅の果て、お前が言ってた約束の地がどんなところか見てみたい。言っておくけど、約束の地がいいことだらけの楽園だとは思わないでね。約束の地っていうのはね、その人にとって最もふさわしい世界のこと。夢のない人は夢のない国へ着くだけだし、悪い子が行き着く果てはただの地獄。約束の地への旅の最中で人は自分自身と向き合うことになる。そう、クラウドもこれからきっと彼自身の過去と向き合うことに、そして戦うことになるでしょうね。それが約束の地か。悪くないな。俺にふさわしい世界へ行けるならこのパラミティアよりは居心地がいいだろう。ダメダメ、パラミティアが気に食わないからってこの私を置いて逃げるのは許さないからね。お前も一緒に連れて行くなら文句はないな。え？そうもいかないのよね。私はパラミティアの一部、君にはついていけないの。悪かった、忘れてくれ。
やだ、忘れない。ずっと気にしてて。なんだそれ。君に忘れられたくないから。俺は忘れない。忘れたくても忘れられない。信じるね。